三重県多気町の大岡高校。校舎から少し離れた建物に入っていく作業服姿の生徒たち。袖の部分をよく見てみると、お袖のところが牛なんですか？あ、はい、そうなんです。これを先輩方がなんかデザインしてもらったみたいで、それをずっと今受け継いできてます。牛模様の作業服を着た生徒たちが育てているのはもちろん牛。実はこの牛、地元の名産松阪牛なんです。その名も松阪牛専攻。3年生6人が手塩にかけて育てています。この日年に一度のビッグイベントが迫っていました。第71回の松阪肉種共進会がもう来週に迫ってきましたね。その年の最高の松阪牛を決める品評会です。松阪牛を育てる農家の晴れ舞台ですが、コロナ禍で去年と一昨年は中止を余儀なくされました。そして待ちに待った3年ぶりの共進会。大岡高校でも出場に向けて仕上げ作業をするというのですが、何やら甘い香りが。毛の質も良くなってボリュームあるように見せることができるので、大切にいつも行ってます。気持ちよさそうに体を洗われているのは共進会に出場する松阪牛の金柑9号です。人一倍手入れに熱が入っているのは松田流星くん。共進会で手綱を握る大役を任されています。だいぶ可愛いですね。1年生の頃はちょっと怖かったんですけど、こんだけ触れ合ってると愛おしいです。松田くんは松阪市出身で、共進会は子どもの頃から身近なイベントだったといいます。大きな大会がなくなると寂しいというか、祭りと一緒で物足りなさを感じました。大岡高校が共進会に出場するのが今年で20回目。過去には757万円の値がつけられたこともありました。順調に準備が進んでいるように見えますが、体重を測る土原くんには気になることが。633です。ちょっと増やしてほしいですけど。680キロほどを目指していましたが、夏場に食欲が落ち体重が伸び悩んだといいます。3年ぶりの共進会まで残りわずか。昨日朝8時、共進会当日です。ビタミン剤を与えるなどして体重は10キロ増えました。さらに体格がよく見えるよう、当日も毛並みの手入れには余念がありません。共進会は午前の審査会で50頭の中から優秀賞が選ばれ、午後には1頭ずつ順番に落札されていく競りが行われます。過去には1頭5000万円の値がついたことも。日本一の松阪牛に選ばれるために必要なことは、やっぱり内臓が大きいじゃないですか。それをこうしっかり、ね、持てるように保てるようにしっかりした背骨を持っているかどうかっていうのも見極められていると思うんです。体の重さだけでなく体格や見た目も評価の対象だといいます。果たして大岡高校の牛は入賞することができるのでしょうか。大岡高校の皆さんが飼育された金柑9号です。厳しい視線で体格や肉付きを見ていく審査員たち。松田くんもちょっと緊張気味です。50頭の中から今年最高の松阪牛の称号が贈られたのは、岡田和彦さんが飼育されたここの3号でございました。誠におめでとうございます。
大樹町で育った体重678キロのココノ3号が受賞しました。2年間ここなかったもんで、餌代も今高いし非常に苦しいです。まあほいでも自分なりになんとか工夫してこうて、まあ牛が好きやもんでやってます。プロが育てた最高の松阪牛、予想以上の大きさに高校生たちは驚くばかり。一隻の牛がな、本当にいい形してて235でやべえ、こいつはな、二隻やないい、すげえ、これやな優勝はしたかったんですけど逃しちゃったので、次はその競りで少しでも高く売れるように、より大きく見せられるように手入れをしたりだとか触ったりしてリラックスさせれるように頑張っていきたいと思います。午後1時、農家が丹精込めて育てた牛に値がつけられる競りが始まりました。ここから値段が最高額を叩き出したのは、優秀賞一席を受賞したココノ3号。価格はどんどん跳ね上がり、2600万円で津市の精肉店が落札しました。競りが進む中、松田君の姿はずっと金柑のそばにありました。一応最後なので金柑を見てようかなと思います。さっきの3席とかでも400万なので、気合い入れて手入れするしかないなと思います。最後の最後まで毛並みを整えて競りを待ちます。そしていよいよ大賀高校の順番です。金柑についた金額は300万円300万円行けばいいなとは思っていたんですけど、本当に行っちゃったので、まあ、まさかみたいな、もう本当に驚きというか、驚きとも感謝ですごくいっぱいです。落札したのは20年以上前から高校の牛を購入している精肉店でした。歴代見てるんですけども、本当にいい牛ばっかなんですよ。手塩にかけられてるっていうのがよくわかる。やっぱりそれだけ愛情があればあるほど霜降り美味しさにもやっぱり伝わるんじゃないかなと。3年間生徒たちが愛情を込めた結果が実りました。